皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、私が2020年に買った福袋を紹介したいと思います。私ね、福袋ってもう何年も買ってなかったんですよ。でも昔は109とかね、まあ並んだことはないんですけど、友達にお願いして買ってきてもらったりとか、高校生の時とかはねしてたんですけど、もうそっから全然買ってなくて、久しぶりにこちらの福袋を買いました。じゃーん、アユーラとサンローランです。なんでこの2つにしたかと言いますと、化粧品ってファンデーションとかだと色がね自分に合わなかったりするじゃないですか。でもこのサンローランはリップメインだったんですよ。でアユーラはスキンケアメインということで、特に私が買いたかったのがこのアユーラで、朝10時にオンラインショップで販売開始しますっていうので、もう9時55分からスタンバって、もう私そんなことしないんですよ、いつも。そんなねネット合戦みたいなことしないんですけど、ゆるく買ってたんですけど、もうこれは絶対に欲しくて、すごくお得なので頑張ってゲットしました。じゃあね、私がすごく欲しかったこちらから、アユーラから紹介していきたいと思います。これは5500円の福袋なんですよ。でね、超お得だよ。基礎化粧品が4本入ってるんですけど、だいたいアユーラの基礎化粧品って1本5000円以上するんですよ。だからこの4つだけでざっと多分2万円以上するんですね。でもそれを5500円で買えるっていう、しかもやっぱ買うからには基礎化粧品って1回使って合わなかったって言ったらもうなんかもったいないじゃないですか。私本当に福袋に対する思いが強いから、変なのだったら嫌だってすごい思ってたんです。でアユーラの口コミを調べたところ、このアユーラってなかなかっていうかもう手に入らないものとか、現品で買うと9000円とかねするものが入ってるっていうので、もともとアユーラの商品使ってみたかったから買ってみました。じゃあね、一つずついきます。まずは、はい、ミッドナイトクレンジングオイルメイク落としですね。3200円、すごくない？5500円の福袋にもう3200円のやつ入ってるんだよ。でこれはクレンジングオイルなんですけど、いろんなねメイク落としを結構使ってるので、こいつを試したいなと思って。あ、ちょ、言うの忘れてたけどね、アユーラって全部中身見えてる福袋だったの。なんか昔だったらありえないよね。あの、今から紹介していってまだ開けてませんとか言ってるんですけど、私もう全部知ってます、中身で。中身を知ってた上でもうこれめちゃくちゃいいじゃんっていうので買ったので、もうアユーラは絶対に外れはないです。まずこちらね、このメイク落としで、続いてクリアフォーミングミルク洗顔料ですね、2800円。もともとそのアユーラのね商品がめちゃくちゃ好きだったとかじゃなくて、私一回も使ったことないの、一個もアユーラの商品使ったことなくて、今回が初めての買い物なんですけど、逆に今回初めての買い物だったら安いじゃんと思って、ちょっと試してみたくて。なんかね、敏感肌とか、あの、乾燥肌にすごいいいみたいなので買ってみました。超いいじゃん、クレンジングに洗顔に。で私本当はね、買った次の日から使いたかったんですけど、この福袋を開けるために YouTube で使ってないんですよ。偉くない？使いたかったの本当は。続いてこちら、ボイスチャライジングプライマーインナードライ、これは美白化粧液ってか化粧水ですね。見た目もさ、すごく可愛いですよね。でこうなんかシンプルな感じ。さあ最後こちらです、ネルバランスザホワイト、これは美白美容液なんですけど、8500円。さっき調べたんですけど、これは今販売しているもので一番この中で高価なものですね。で今販売してた8500円なのに5500円の福袋に入ってるって最高すぎません？もう他のクレンジング洗顔化粧水が超悪くても私許せるってぐらい、これだけでもお得。この4つがね入ってたんですよ。もうね、これは今年いっぱい使いたいと思います。もう今日から使う。次こちらイヴ・サンローランなんですけど、これね1万1000円だったんですよ、税抜きで。中身がリップ
ップ3本とファンデーション系のものが1つ入ってますよっていうセットだったんですよ。で、何色が入ってるか分かんない。で、クッションファンデが入ってるか、コンパクトのね、固形ファンデーションが入ってるか、何か分かりませんよっていうものだったので、まあ、リップ好きだし、外れないかなと思って買ってみました。で、これもね、朝10時に電話して買ったんですけど、すごいショックなお知らせがあって、今これ撮ってる日にち1月の上旬なんですけど、昨日見たらまだ在庫ありました。はい、じゃあ紹介していきます。これはちょっとまだちゃんとね見てないので。あ、いいじゃん、これドキドキするね。ポリプテウォーターカラーバームの11番。これね、違う色は持ってます私。せっかくなので今からちょっと今ついてるリップ取ってリップだけレビューしていきたいと思います。1万1000円の福袋なんで、 YSL のリップってだいたい4000円5000円ぐらいだから、まあ、それだけでもお得ですよね。じゃあこれいきます。まず、あ、あ、かわいい、いい感じです。ポリプテウォーターカラーバームのシリーズすごい好きで、この1個前のシリーズ持ってるんですけど、結構潤って、潤うのにティントでかわいい、使える、これだけでも得した気分ですね。じゃあ次いきます。2つ目のリップ、ほ、このシリーズ持ってない、ルージュピュールクチュールベルニビニルクリームの419番です。色味的に結構紫がかったピンクですけど、まあ、塗ってみたいと思います。すごいピンクだ。普段はね塗らない色、ぶっちゃけなんだろう、すごいツヤがあるのにピタッとフィットしてすごい使いやすいリップですね。いいじゃん。いや何、いや正直さ、この色見てたらちょっと変な色かと思っちゃったんですよ。なんかごめんなさい、変な色っていうか、この色はすごい可愛いんですけど自分の顔には合わないなって思ったんです。でも塗ったら意外と目で見るよりベリー系、唇の色と合わさったら全然いけますね。いい、可愛い。じゃあ3番目いきます。あ、すごい、これも初、なんかキラキラしてて可愛い、ピュールクチュールコレクターの52番です。さっきのはねこう筆でやるタイプだったんですけど、今回のはこういう系で、なんかすごい色だよねえ、大丈夫これ。このね色は1本も持ってないんですけど、ちょっとせっかくなりつけてみます。これはちょっとすごい色ですけど、ちょっと塗ってみます。ないですからね、あのすごいこれさ唇腫れてない、なんかちょっとね2本目まですごくいい感じで来てたんですけど、ちょっとねこれ3本目はねびっくり仰天な色、これだって私がこれでさテレビとか出てたらさ、みんなさ唇爆笑みたいな書くでしょ絶対。いや合う人いると思うんですよ、これはね人選ぶね。しかもこれね、良くも悪くも全然取れない。ほら、全然取れないからこれ。あのね、こういう時はさっきのお気に入りのこれを上に塗ります。ちょっと塗ってみます。あ、ダメだ。ちょっと噛みたいになってた。友達にプレゼントします。渋谷の H&M にいる外国人観光客。そう、ナイス、ナイスだよそれは。ポンクッポンな感じで蛍光のタンクトップとか似合うような人が使ったらこれ超可愛いと思う。でこのパッケージも可愛いし、バービーさんにあげよう。
ハービーさんにこれプレゼントします。ちょっと一回ね使っちゃいましたけど、これはバービー姉さん私仲いいんで、もうこれプレゼントしたいと思います。はい、じゃあね最後ファンデーション、これがねちょっとね色問題もあるし、クッションファンデかな、固形ファンデかな、リキッドかな、何だろうっていうのがあるんですけど、アンクルドフォーコンパクト BR20 ですね。クッションファンデじゃない、何これ、クッションファンデみたいな入れ物なんですけど、ハイライトみたいなちょっとサラサラしてる、これファンデなの、固形ファンデ、ちょっと調べてみますね。あ、生産終了してる、このスポンジでつけるのかな、ちょっとまだわかんないですけど、何スポンジ取ったらこんな感じで薄付きで、どうやって使うんだろうこれ。あ、肌は全然ね、色は馴染みます。で、これでも普通の違うスポンジでつけた方がいいかもしれない、これちょっと硬いから家とかである柔らかいスポンジとかもいいかもしれないですけど、色はすごく良くて、あ、なんかきめ細かくてちょっとハイライトのようなファンデーションですね。初めて使う感覚、こういうタイプって家でメイクした後にお直し用にこうやって持ってたりするとテカった時とか崩れた時に使えると思うんで、これもまあいい感じで使えると思います。7200円で売ってたらしい。これすごいお得ですね。めちゃお得、だってリップこれ1個4000円だとしてだいたい312で12000円ぐらいでしょ、だいたいこっちも2万円弱のものが入ってたってことですね。でアユーラも5500円で多分2万円ぐらい相当のものが入ってました。すごいお得、リップはレビューしましたけど他のものは使ってないのでね、ちょっとこれから使っていきたいと思います。嬉しい、今回初の化粧品福袋を私買ってみたんですけど当たりでしたね。1個だけすごく珍しい色がリップがね入ってたんですけど、これはもうバービーさんにあげるということでもうまとまったので、でこの1個を友達にプレゼントしてもお得だったのですごく良かったんじゃないかなと思います。来年もなんかの福袋何買おうかな。アユーラはちょっと私的にお気に入りだったので、これ使ってよかったらまた買いたいなと思います。この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もしねこれ見てる方で皆さん福袋買ったよっておっしゃる方はコメントしてください。ちょっとねコメント見ていい福袋があったらまた来年買おうと思います。お願いします。バイバーイ。